ゴンズイです。待って、暑い。洗濯機つけ忘れた。洗濯機ね。バレル強いけど、まあ、洗濯機がちょっときついので、それがどうかって感じかな。こっちにも洗濯機いるんで、そこまできついっていうことはないですけど。これ私狙いなんか。水成長で見まして。気になっちゃってるって。気になっちゃって。だいぶ引かせたけど。これで作って。それ取りたいね。壊れちゃったかな。うん、近づきすぎですね。ななし惜しい。ナイスです。サージオッケか。あー、なんか、おー、ラグ、待って、これ買いますね。はい、迷って、誰狙いと見る。強い。それ死んじゃうかな。ナイス。バレルを生かせたのは良かったね。一発。空2枚なんで、です。どこにいるの？上1枚と。それ来ちゃうけど。パブロそこにいます。それ捨てても大丈夫です。まだあるから。一発当てたけど、相手長くなんで行きたくないんだよね。パブロ詰めてるけど、登ってきますね。はい、相手カウンターないな。これね、もう一回チャンスあるんで、すぐ使ってしまいましょう。2発
やつ。オッケー、完璧じゃん。ナイスダムに合わせて突っ込んで。あ、ナイスダムの人、洗濯機からの方も非常に判断良かったよね、今。全然、自陣側というか、中央とかに打つ判断もあったと思うんだけど、ゴール側にね、打ってくれたんで突っ込みました。上手だね。あ、やった。全勝だ。なんで、これは昇格戦だね。頑張りましょう。本水です。マニバさん。相手全員生き物？生き物の可能性あるな。エビフライは生き物かって言われて、エビフライは生きてないけど。ナイスすぎる。あ、右2枚だ。それ何？ちなみに相打ちね。強い強い強い。クワッドが？後ろか。あー、ごめん、あさり拾えなかったな。じゃ成長を塗りましょう。ナイス。相手のカニ、うまい、うますぎる。あーん、ブロッキング使ってしまった。まだね、こういうステージ把握ができてないので。上から来てるか。うまっ。どこ行ったんだろう、この人。なんなんていう話なんだよ、これ。北斎がどこに来るかだな。帰れないか。ちょっとね、遅かったね、今ジャンプが。あんな風に、なんていうのかな、倒しに来ない牽制野郎はね、放置でいいんだよ。やろう。口が悪いってことございますか。あと1つです。まあゾンビだけど倒さないよりはマシです。北斎だけ、クワッドが飛んでますね、そこだね。とりあえず何時も
色アンダーの音かな。はい、あ、それやられちゃうね、うん、スライドのね方法が悪かったら入れちまっちゃってオールだ。サビはないけど一発ちょっとラグいよな。落ちてしまったのでできるだけこっちに行きましょう。右3枚さあマニューバーがアサリに作るかな。マニューバーやれたら相当ないけどこれ勝ちでは。うーん、これ9番あったな。これしかも作られちゃうスーパー負け筋ですが、バレルの人が道が待ってる。上からかな、さすがに。え、カニ2枚間に合うのそれ。まあ、かなり強いですけど、ゴールしないと時間がないんで、ゴールしてからカニが良かったかな。まあそれができるかどうかっていう話は別なんだけど、あとそのガチアサリ持ってる人カニになっちゃうと誰もできないからね、アサリを捨てることもなかったと思いますね。それで味方に託すっていう筋の方が良かったかもしれません。